先日78回目の終戦の日を迎えました。日本が引き起こしました侵略戦争、アジア太平洋戦争、世界に甚大な被害をもたらしまして、アジアでは2000万人以上、日本人も310万人の方が犠牲になりました。この戦争の深い戦争に立って反省に立ちまして、戦争はしない、軍隊は持たないと決めた憲法を定め、国際社会に復帰しました。戦争の惨禍は二度と繰り返さないという誓いこそ、戦後日本の出発点ではなかったでしょうか。ところが岸田政権は、この5年間で43兆円ものもつぎ込む軍備の拡大、外国に攻め込む敵基地攻撃能力の保有を進めまして、憲法改悪も狙うなど、日本を再び戦争する国にしようとしております。日本共産党は侵略戦争に命がけで反対した党として、平和の誓いを新たにするとともに、戦争する国づくりを許さず、憲法9条を守り生かす新しい政治を作るために頑張り抜く決意でございます。